どうも、僕です。今日は先日作りました干し柿を使いまして、オリジナルのお菓子を作っていきたいと思います。それでは、こちらのね、柿をまずは頭、この皮のね、ある部分を落として、身だけにしていきたいと思います。それでは、こちらの白あんをはっというわけで白あんを絞り袋に入れまして、はい、このようにね、干し柿の中にあんこを少量詰めていきます。それではね、この干し柿の中に白あんを収めるような形で、ちょっとね、形を整えていきます。はい、このような形で、テンパリングをね、取ったチョコレートに、先ほどね、ちょっと下塗りをしておきました。白あんの上にチョコレートを下塗りして、で、改めてチョコレート本漬けですね。はい、それではね、チョコレートをこのような形でコーティングしまして、中に白あんを詰めた干し柿の、お菓子が出来上がりました。じゃあいただいてみたいと思います。おいしい。干し柿も白あんも甘みがね、結構ありますので、チョコレートをね、あえてビターにしたのが、うまくいったかなと思います。はい、このような形でね、出来上がったものを一つ一つ個包装して、知り合いにね、プレゼントしても喜んでいただけるんじゃないでしょうか。はい、それではね、今回の動画は以上で終わりになります。もしね、この動画面白いと思いましたら、高評価、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあ、バイバーイ。